公共曲第3番派単調作品78、オルガン付きは1886年にカミリー・サン・サーンスが作曲した公共曲。サン・サーンスの番号付きの公共曲としては3番目。番号なしを含めれば5番目の公共曲である。演奏時間は約35分。ロンドンフィルハーモニック協会の一色で作曲され、1886年5月19日の 初演も作曲者自身の指揮によりロンドンのセント・ジェームズ・ホールで行われている。この作品の作曲について、サン・サーンスは、この曲には、私が継ぎ込める全てを注ぎ込んだと述べ、彼自身の名人芸的なピアノの楽譜や、華麗な還元楽書法、教会のパイプオルガンの響きが盛り込まれている。初演や、 翌1887年1月9日のパリ音楽院演奏協会によるパリ初演はどちらも成功を収め、サン・サーンスはフランスのベートーベンと称えられた。この公共曲の最も顕著で独創的な特徴は各所に織り込まれたピアノ及びオルガン、すなわち鍵盤楽器の巧妙な用法である。その他、この公共曲は 通常の4楽章構造に従っているように見えるが、通常の意味での第1と第2、第3と第4の楽章はそれぞれ結合されており、2つの楽章に圧縮されているということができる。サン・サーンスはここで伝統的なスタイルも踏まえつつ、新たな形の公共曲を意図していたのである。1875年のピアノ競奏曲第4番や前年に初演された バイオリン・ソナタ第1番でも同様の構成が取られている。この公共曲はまた循環主題技法の創造的な用法を示している。サン・サーンスはフランツ・リストという人であり、初演直後に亡くなったリストにこの公共曲を限定しているが、素材が楽曲全体を通じて進化していくというリストの主題変容の理論がこの公共曲には適用されている。循環主題。 ありがとうございます。